新賀市川は埼玉県及び東京都を流れる一級河川。荒川水系隅田川の支流である。新賀市川の起点標石武蔵野台地北部に降った雨を集めた伏流水や入間川からの水田用水を水源とする赤間川が埼玉県川,川越市上野田町の八幡橋付近で新賀岩川と名前を変え起点となる。 川越の市、街地の北側を回り込むように流れた後で、川越市、大浅砂付近でフローン川、川越市、大浅南田島付近で九十川と、次々に流れ込む支流を合わせながら、荒川の西岸沿いを流れて、東京都北区の岩淵水門先で隅田川に合流する。上流から、川越市、富士見野市、富士見市、四季市、浅香市、和光市、板橋区、北区を流れる。 新菓市川の船遊び江戸時代、川越藩主、松平信綱が、当時、外川と呼ばれていた荒川に対し、内川と呼ばれた本川に99曲がりと言われる多数の屈曲を持たせることによって、流量を安定化させる改修工事を実施し、江戸と川越を結ぶ周運ルートとした。これ以降、本川沿岸には新たに、 川越五河岸をはじめとした柏場が作られ、川の名も新菓子川と呼ばれるようになった。周雲は特に江戸時代末期から明治時代はじめにかけて流星した。客を乗せる早船は川越よ船とも呼ばれ、川越城下を午後3時に立って一晩かかって翌朝8時に千住、昼前には花川戸へ着いた。物資の輸送としては波船と飛べきれがあった。 波船は川越江,江戸の往復を7から8日で行った不定期船。日にれは今日下って翌日登るという特急であった。船は喫水が浅い平田船で、明治、大正期には二船と呼ばれていた。積載量は70国から80国、長さ15メートルくらいのものが多かった。明治時代に川越鉄道や川越馬車鉄道、 大正時代にはほぼルートを同じくする東上鉄道が開業した結果、周運は衰退していった。改修されるまでは川越市の伊佐沼が源流であったが、1910年以降の荒川の直線加工時に合わせて、1920年から1931年に川越市街地の北側を流れ、伊佐沼に流入していた赤間川に新河岸川はつなげられた。また、四季より、 下流も掘り進められ、当時山都町にいくらで、荒川に合流していたのを、現在の岩淵水門で隅田川に合流する形となった。さらに昭和に入ると、四季より上流の旧河川も、洪水防止のため河川改修工事が行われた。その結果稼働が直線化されて流量が保てなくなり、また1931年に埼玉県から、 通船停止令が出たことにより船の運航を取りやめ、周運の時代は終わりを告げた。富士見野市において、新加賀川の周運で栄えた船問屋を修理、復元した福岡が式記念館が一般公開されている。水害を防ぐために、下流の浅霞市に1980年度から2008年度の後期で浅霞調節地が建設された。合わせて、新市放水路、瓶、 沼川を経て1986年に完成した南畑排水機場で荒川に放水する。複数の急流路跡が現在も埋め立てられず残っている。特に、富士見野市と富士見市との境、及び富士見市と四季市との境を流れる部分は、旧新菓市川と呼ばれている。産業廃棄物の不法投棄1988年12月。 埼玉県朝霞市場内巻地内河川敷において河川改修事業に伴う築堤のための草草工事中に1970年頃に不法投棄された産業廃棄物が発見された。推定1万立方メートル以上の廃棄物には PCB や鉛等の有害物質が含まれていたため管轄する埼玉県が延長者水壁の打ち込みや 車水シートで覆うなど、封じ込めのための応急措置を施した。2009年には、学識者などからなる技術検討委員会を立ち上げ、無害化のための具体的な広報の検討を行っている。詳細は、新菓子川産業廃棄物処理対策及び、上内木環境を、参照新河岸川放水路上流から、下流から、東北本線の新菓子川橋梁、 船東橋下流から高島平六丁目にて、上流から荒川、新菓子川の柏下流から以下、埼玉県下流から。ありがとうございます。